臨時国会が開会した翌日5日午前9時伊丹空港から数名の野党議員がバスに乗り込んだ。彼らが向かったのは関西電力の本社だ。関西電力の役員らが福井県高浜町の元助役から多額の金品を受け取っていた一連の問題、その調査のため立憲民主党などの野党議員団が関西電力を訪れたのだが、社員の方はどなたも今日は来ていただけないと思いますか。そうだと思います。そう、はい、は言われてないと思いますね。来ていない。そうですね、担当ちょっと今日は出れないので警備の方でお願いします。出られない、来ていらっしゃるけど出られない。いや、来られてない。担当、はい、来ていない。ちょっと詳しくまでは我々、はい、お別れのことになります、はい。いや、いろんなところにちょっとお話を伺いしたことは過去にいろいろありますけれど、どなたも出てきていただけないっていうのは初めてなんですね。土曜日ということもあり、担当者がいないとして門前払いを受ける結果となった。議員団はその後、高浜原子力発電所を視察したほか、元助役と関わりの深い建築会社吉田開発などを訪問。しかし問題の当事者との接触は一度もないまま、予定よりも1時間ほど早く視察を終えた。全く説明責任を果たそうとしないっていう、この関西電力の対応にちょっと私は今愕然としておりまして。野党は臨時国会でこの問題を厳しく追及する構えだ。多分憲法と言ってくるでしょう。しかし私はあえて言います。関電です。ここで実態を解明して不正をきちっと我々が世に知らしめて、初めて国民はこの会派は一方の会派であり一目置かれる存在になるのではないでしょうか。政府与党がこの臨時国会で最も重要視しているのは憲法改正の議論の進展や日米貿易協定です。これに対し野党側は今国民の関心が高く盛り上がっている関電の問題を取り上げることで政府の監督責任を追及できると考えています。しかし国会審議に向けては野党内から不安の声も上がっている。もっと新しい事実が出てこないと政権にダメージを与えるのは厳しいだろう。追及の仕方が難しい。また野党内でも与党寄りと指摘される日本維新の会の議員からは今回の視察について、休みの日に会社にマスコミを連れて大勢で押しかけて警備員さんに絡むパフォーマンスは真実の解明につながるのでしょうか。野党は過去にも同様のパフォーマンスを繰り返している。加計学園問題の際にはいろんなところが食い違っていることがたくさんありまして、まあ、我々としてはその真相をやっぱり究明をちゃんとしたい、加計理事長と事務局長ですね、でちょっとその頃の経緯とか、面談の内容ですとかですね、その辺をちょっとお伺いしたい。財務省の福田元次官のセクハラ問題の際は、そういうことを言ってたら国民の声を、昨日のテレビ朝日の声もそうだけど被害女性の声もそうだけど皆さんが軽んじてるってことになりますよ。しかしいずれの問題もパフォーマンスに終始し、政権に決定的なダメージを与えることはできなかった。弱すぎる野党とも揶揄される中、関西電力問題の真相を究明し存在感を示すことができるのか、パフォーマンスだけにとどまらない追及の能力が問われる。